こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。ご存知の方も多いんじゃないかと思いますけれども、NHK の筋肉体操、この方ですね、この方のスクワット、を私去年の夏過ぎぐらい、秋ぐらいからか、9月ぐらいから、約3ヶ月、9、10、11、そうですね、3ヶ月ぐらい続けたんですね。そしたら、すごい筋肉、足の筋肉がつきまして、で、その後に、そんな高くない500メートルぐらいの山登った時にですね、降りてきた時に崖っていうほどじゃないんですけど、3メートルぐらい、滑り落ちたんです。でその時にふくらはぎの肉離れが起こしてしまったんで、それから、もうとっくに治ってるんですけど、一回やめちゃったらなんか面倒くさくてやらないでいたんですよ。だからね、あんまり筋肉が減っていかないので、なんでだろうなとか思ってたんです。そしたら、今回皆さんにこういう形で、次世代の人に、分かってほしい、事実という形で、子供を授かる前の女性に伝えたいことってことでずっと続けているんですけれども、意外なことが分かったんです。で、これはもう本当ね、女性の方特にで、年配の方なんかも知っておいて損はない。食生活変えていくことでこういった効果も出てくるんだってことがまたお分かりいただけるので、ご紹介したいと思います。とにかくね、筋肉量ですね、筋肉量と油が関係してました。はい。オメガ3系脂肪酸は激しい運動を伴うアスリートの中でも赤血球膜の柔軟性を改善し、血流改善や血圧の安定化により酸素運搬力を向上させて運動機能を高めるばかりでなく、筋肉痛や疲労が緩和され可動域が大きくなるとして注目されている。でね、私、さっき の筋肉体操をやり始めた時にですね、初日から、90回ぐらいやったんですよ。で結構な筋トレになるんですけど、そう言われてみれば筋肉痛出なかったんですよ。でこれを見て、あ、そういうことだったんだってことがね、また改めて分かったんですけど、簡単にご紹介続けます。人体を構成する 筋組織は心臓のポンプ作用を担う心筋、消化物を運ぶなど内臓や血管壁をなす平滑筋、骨格に沿って分布した体の活動を支える骨格筋の3種類に分類される。だから今日は骨格筋の話をします。で骨格筋は遅筋繊維と側筋繊維、分かりますよね。こっち側が俗に言うマグロの筋肉、赤い筋肉ですね。で側筋っていうのがヒラメの筋肉、白い筋肉ですね、瞬発力の方です。遅筋繊維は酸化系酵素活性が高く収縮速度は遅いが疲労耐性は高いという特徴があると。一方側筋繊維は解糖系酸素活性が高く、ですから酸素を使わないシステムですね、収集速度は速いが疲労耐性は低い特徴があり加齢に伴って減少する。100メートル走るともう疲れちゃうっていうのはそういうことですね。はい。したがって、側筋組織の減少や衰えは、とっさの瞬発力や防御姿勢に、適応できず、高齢者の大きな事故につながると考えられている。側筋が足りないと、例えばつまずいた時にね、それを防ぐってことがなかなかできなくなってくるんで、つまずいたレベルでは大きな怪我になってしまうということですね。で、下肢において、ヒラメ筋は、遅筋繊維の割合が約9割、足底筋っていう読み方でいいのかな、は側筋繊維が約9割を占める側筋として、さらに腓腹筋は、遅筋繊維と側筋繊維の割合が5割ずつの中間筋として考えられている。
皆さん、ひらめ筋とか足底筋とか皮腹筋って分かります？私全然知らなかったんです。ここが足底筋で、だから膝の裏がですね、でここがひらめ筋で、ここが皮腹筋なんですってね。全然知らなかったですけどね。だから全部膝下っていうレベル、まあ膝下っていう、ここは膝下じゃないか、膝裏から下かレベルのところにあるんですけれども、はい。で、そのひらめ筋がここですね。ここが、チキンが、9割で、皮腹筋、ここか、ここが側筋とチキンが半分ずつで、足底筋が、側筋がここですね、側筋が9割ということで、で、人のじ、実験なんですけれども、20人の若い女性に、ギブス固定化の4週間前から、片方はオメガ3、もう片方はひまわり油を取ってもらったと。で、2週間ギブスを固定した、固定して、その後の筋原繊維タンパク質の合成毒素に対するオメガ3の影響を検討したそうです。で、筋肉の減少量はオメガ3よりも対象グループ、ひまわり油を取った方が、このギブスで固定したら筋肉量の減少幅が大きかったと。で、ギブス解除の2週間でオメガ3のグループは固定化前とほとんど変わらないほど筋肉量が回復していたけれども、ひまわり油のグループは低いままだと。で、回復期間中に筋原繊維タンパク質の合成速度はオメガ3系脂肪酸グループで常にひまわり油のグループよりも高く、オメガ3がの補給が筋肉タンパク質の合成と筋肉サイズを強化して、骨格筋、萎縮を軽減していたということが人間のやつで分かったと。で、動物実験のやつですね、オメガ3、欠乏またはオメガ3含有飼料、だからデフっていう方が欠乏飼料、ADP っていうのが含有飼料ですね、を食べさせるグループの2つを、用意して、左の足ですね、これ左、まあいいや、左のマウスの左の後ろ足をギブスで固定して、それで、実験を行ったと。で、そうしたら、ギブス固定後7日目に、ギブスを外してみて、筋肉量を測定しました。そしたら筋組織の様子を測定したんですけれども、その前に、運動協調性試験ではパワー認められなかったと、ね、どちらを食べてても、ね、で、ひらめ筋はギブスを固定していたんですら、両群とも 40% の減少を示していて、差はなかったと。オメガ3を取っていようが取っていなくても欠乏していても差はなかったと。で、皮腹筋においては、ギブスを固定による筋萎縮を観察するまでには至らなかったけれども、オメガ3を取っていた群はの筋肉量は、ひまわり油よりも取っていなかった群よりも優位に、多かったということです。で、キャスト群ってなんだよ。キャスト群、ごめんなさい。キャスト群、ギブス固定グループね。ギブス固定を来なかった、ギブスを固定してなかった右足ですね。反対側の足の筋組織の重量を測ったところ、オメガ3を取っていた群の全ての筋組織において、取っていなかった、オメガ3欠乏群よりも優位に高い値を示した。
まあ、とにかくここまででも分かると思うんですけれども、オメガ3を取ってると筋肉が減りにくい上に、ね、固定していてもで使ってる方の筋肉量が増えるっていうことなんですよ、ね、こちらが固定していた方でしょ。でこれが取っていた方、ね、ちょっとしか減ってませんけど、でこっち側も、ちょっとしか減ってない、多少ですね、減っているっていう感じですよね。で、固定されてない反対側の足を使うことになるので、結果的にその程度のことでこっちが筋肉量が増えている、ね、オメガ3の方を取ってるのは筋肉量が増えていて、ね、欠乏の方は減っているということです。で、この結果からオメガ3系脂肪酸が満たされていると運動刺激によって補完的に筋肉タンパク合成を促進していることが分かった。で、こっち側の、やつはですね、ちょっと分かりにくいんですけど、マウスの尾の骨と手側動脈の間に金具を装着したって どういうふうになってるんですかね、これ。まあ、とにかく、より動けないようにしたみたいなんですけど、それで同じようなオメガの3欠乏群と、ちゃんと取る方と用意して3週間飼育してみたということで、で、対象群ですね。対象群っていうのはこういうふうに固定しないで普通に飼育した群です。で、普通に飼育した群と比較してオメガ3、を取った群では、ヒラメ菌と被覆菌が、だからヒラメ菌と被覆菌ですね、が、で、オメガ3欠乏群では、3つとも、すべての筋重量が著しく減少していた。まあ、さっきよりももう、もっと動けないようにしてるわけですからね。で、コント群の筋重量比、コント群ですから、ごめんなさい、また他のです。コント群、コントロール群は対象群、普通飼育ですね。普通飼育では、オメガ3を与えた方と欠乏群で比較すると、被覆菌と、足底菌で、優位な低下。被覆菌と足底菌で優位な低下を認められたと。で、ということは、側近だってことですよね、これ。被覆菌、ごめんなさい。被覆菌と足底菌ですから、側近が多い部分ですよね。だから側近、ヒラメ菌ですね。ヒラメ菌、瞬発力のを使う群、筋肉が、やっぱり減りやすいと。ね、オメガ3があると、側近も、減りにくいということが分かったということですね。で、減り方なんですけど、パーセンテージで、これがヒラメ菌で 5% ぐらい。で、こっち側が被覆菌で、こっちは95%、これはあれか。こっちは 2-3% ぐらいということか。で、被覆菌は 5% 以上。で、足底菌は膝の裏側ですよね。これはすごいですね。1割ぐらい減っているということですね。だからやっぱり側近の方が影響を受けやすいということ。そうですよね。瞬発力の筋肉は使わないと本当にすぐ衰えてきますからね。まあそういう影響が出てきたってことです。まあ私本当ね、まさかこんなところまでっていうのが実感です。で、この次の動画、一通り、なんていうんですか、今までお話ししたことをまとめてご紹介してみて、いかにこのオメガ3というのが、いろんなところに影響を与えていたのかという話をもう一度まとめて、させていただいて、まあ、どう考えてもこんだけの事実があるなら、やらない、ではないですよね。だって、今みたいに筋肉が減りにくかった上で運動した時に、筋肉痛とか疲労が
をあんま感じないで、筋肉量が早く増える可能性があった上で、ね、で1回増えちゃえば筋力の低下の、まあ、速筋も含めて、防止になるわけですよね。しかも、可動域が大きくなる。まあ、これは本当に、これ見たんで、また来週から、スクワットを再開しようかなと思ってます。まあ、90回とかやんなくていいんで、30回もやればね、この筋肉体操、本当に効果出ますので、さっき言わなかったですけど、腕立てもやってたんですよ。腕立てとスクワットの2つをやってたので、まあ、この2つをまたやり始めてみたいと思います。まあ、とにかく皆さん、食事変えてくださいね。どう考えたって、どっか具合が悪いところがあるんだったら、もうこんだけの事実を連続してご紹介してるんですから、もうやらないわけにいかないですよ。ね。やらないで、具合悪いって言ってる人たちは調子悪いですね。はい。ちょっと耳が痛い言い方をしましたけれども、本心ですので、ぜひ、これやってもらって、自分の不調と、不調とあとメンタルですね。メンタルの部分をぜひ、いちいちも早く、取り戻していただきたいと思います。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。